ちょっと並んでる。新年一発目のツアーの日なんですけど、全国通訳案内士か地域通訳案内士か気になる報酬ですよね。最近相場が、皆さんこんにちは、お久しぶりです。皆さん元気だったでしょうか。私は元気です。前回の逃亡から1年以上経ってて本当にびっくりなんですけど、その間ね、英検のご報告とか、まあ、TOEIC のスコアの報告とかしてくださった方ありがとうございました。私のことを忘れないでいてくれて本当に嬉しいです。で、昨年はもうコロナが落ち着いて、で、さらに広島では G7 サミットっていうのがあって、本当にね、観光客の方がうわーみたいな感じで、ごった返してっていうか、まあ、そんな感じでした。で、気づいたらちょっと1年以上経っていたということなんですよ。で、このチャンネルをご覧になっている方は、英検とか TOEIC とか、英語の資格試験に挑戦されている方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、英検受かったとか、TOEIC のスコア上がったってなって、で、せっかくね、身につけた英語を実際にどうやって活かしたらいいんだろうって思っている方もいらっしゃるんじゃないのかなって思います。私も英検1級合格した後、それはすごい嬉しかったんですけど、で、その後、どうしようって思ったわけですよ。だって、使わないと忘れるし、でも使うためにはどうしたらいいんじゃろうっていうふうに思って、で、それでいろいろこう考えて、たまたまタイミングがあって、通訳案内士の仕事を始めたんですけど、せっかくなんでね、英語を使う仕事ということで、通訳案内士ってどんな感じなんかなって思っている方もいるかもと思って、で、動画を作ることにしました。で、皆さん全国通訳案内士っていうのはご存知だと思うんですけど、地域通訳案内士って何って思っている方もいらっしゃると思うんですよ。ということで、実は私、広島県地域通訳案内士で、で、フリーランスです。で、実は2018年に通訳案内士法っていうのが改正されて、現在は資格がなくても有償でガイドをすることができます。だったら、資格試験とか受けなくてもいいんじゃないっていうふうに思うかもしれないんですけど、でもやっぱり私は、ライセンスはあった方がいいと思います。で、その理由は、まあ、いろいろあるんですけど、資格を取ると、その自治体とか、あとは通訳の団体の、まあ、公式のウェブサイトに自分の情報を載せることができます。で、そのウェブサイトを日本のツアー会社だけじゃなくて、海外のツアー会社も、そのリストを見て、この日できませんかっていうふうにガイドさんに問い合わせをしてくるわけなんですよ。で、その案件がうまくいくと、引き続き、同じ会社から、案件をいただけるということなんですよ。今の時代、SNS を駆使して、自分の情報を公開して、お仕事をいただくっていう手もあると思うんですけど、でも、ライセンスがあった方が仕事を始めやすいと思います。で、しかもですね、ガイドの登録会社に、まあ、登録してお仕事をいただくっていうのもあるんですけど、まあ、その際もですね、資格を持っている人だけが対象っていうのもたくさんあります。で、これすごい重要なんですけど、まあ、ツアー中いろいろ施設に立ち寄るじゃないですか。例えば、広島だったら原爆資料館だったり、厳島神社だったり。で、そういう場所が、ガイド証を見せると無料になるんですよ。なので、もしガイド証を持ってなかったら、お客様に負担してもらうか、まあ、自腹で払うか、ということになるじゃないですか。なので、やっぱりね、ガイド証って、やっぱり重要だなって思います。で、もう一つ皆さん気になってるかなって思うのが、全国通訳案内士か地域通訳案内士か、まあどっちがいいのっていうふうに思ってたりしませんか？で、私はたまたまタイミング的に、地域通訳案内士を先に取って、で、そんなに仕事がすぐ入ってくるとも思ってなかったので、まあいずれ全国通訳案内士も頑張って勉強しなきゃいけないなっていうふうに思ってたんですけど、まあ意外とすぐ仕事が入ってきて、で、そこで思ったのが、実際にガイドをするっていうのが一番の勉強になると思ったんです。やればやるほど上手くなるし、やればやるほど知識もつくし、実際にやるのが一番の近道だなって思います。で、報酬も、私の経験ではですよ、地域も全国も、一緒だと思います。差をつけてるところもあるかもしれないんですけど、私の経験ではない
と思います。ただ仕事の種類が全国の通訳案内士の方にはもっとこういろんな仕事が行くのかなって思います。例えば大きな国際会議だったりとか、あるいはスルーガイドって言うんですけど、何日間か泊まりながら団体のお客様を日本全国ご案内するというやつです。スルーガイドをやると、1回にまとまったお金が入ってくるので、なんか安定感をね、求めたい方には、スルーガイドがおすすめかもしれません。で、私の場合はもうガイドがやりたいっていうよりかは、広島が好きで、で、この大好き広島を伝えたいみたいな感じで、この仕事をやっているんで、今のままでかなり満足で楽しいです。で、私が主にやっているツアーは個人旅行の少人数のツアーです。で、フルデイツアー、丸1日のツアーがだいたい7から8時間。で、ハーフデイ、ね、半日のツアーがだいたい4時間とか5時間ぐらいです。だいたい広島駅か、ホテルのロビーでお客様と待ち合わせして、ツアーがスタートするという感じです。で、ちょっと仕事の種類というか、パターンがあって、まず、ツアー会社がすべて手配してくれて、お客さんともやり取りしてくださって、そしてプランも作ってくださって、で、あとこの通りにやってくださいねっていうパターンと、もう一つ、時間と、日にちとか、そういうのは決まってるけど、その他もろもろ、どこに行くかとか、そういうのは直接ガイドとお客さんがメールとかでやり取りして、決めてくださいねっていうパターンと、そういうのがあります。で、もちろん最初のツアー会社が全部決めてくださって、この通りやってくださいねっていうツアーは、報酬もいいですし、その日かかった経費が全て精算できて、すごく理想的です。ただ、案件数は少ないです。そこで、成果を出して、たくさんいただけるようにするっていう風に頑張るということなんです。もう一方のお客さんと、やり取りしながら直接決めるやつ、そっちは案件数がすごい多いです。ひっきりなしにあります。だけど、ちょっと負担も大きいです。なので、うまくバランスを取りながら自分のスケジュールを入れていく必要があります。何の負担かっていうと、お客様がまめに返信してくれるタイプじゃないこともよくあるんですよ。もう全然音信不通みたいな。もはや集合場所すら決まらんみたいなこともあったりとかして、でそうなったらもうキャンセルとかなって、で、こっちは日にちを空けて、いろいろコンタクトする努力もそれまでしてるわけじゃないですか。なので、もう、はーって、あーもうしんどいとか思うこともあります。あとは、お客様にとっては、日本旅行は海外旅行なわけですよ。なので、距離感がちょっとあれなんですよね。でもそれしょうがないんですよ。まあね、海外旅行だし。ただですね、例えば、広島9時スタートのツアーなんですけど、お客様の方から、東京の浅草のホテルの、どこどこに泊まってるんで、じゃあそこで9時に、迎えに来てくれませんかみたいなことを言われたりするんですよ。でも東京みたいな、でそういうパターンも結構あって、なので、その極端なやつは、やっぱりツアー会社の方に対応をお願いするんですけど、そのメールのね、やり取りがスムーズに行けばいいんですけど、行かないこともあって、そこがね、ちょっとね、大変です。で、皆さん気になる報酬ですよね。ですね、最近、相場が上がってきたような気がします。で、コロナの前はいろんなツアーやってみました。だいたい時給換算で3000円だったらいいんじゃないっていう感じで、時給2000円台っていうのもザラにあったんですよ。で、現在、コロナが結構収束して、で、観光客も戻ってきてっていう中で、私の経験からしか言えないんですけど、一番低いやつで、時給換算で3500円か、ちょっと前後ぐらいで、いいものになると時給5000円超えたり、もう5500円とか、で、そんなのもあります。なので、報酬はだいぶ良くなってきたかなって思います。で、この仕事が楽しいかって聞かれると、それはもうもちろんめちゃめちゃ楽しいです。で、この仕事を始めるまでは、仕事イコール地獄っていうふうに思っていて、もうヘドが出るほど辛くてしんどくて、それでも生きるため、食べるためにやるもの、それが仕事みたいなふうに思ってたんですけど、で、このガイドの仕事を始めて、
すごい楽しくて、こんな楽しい仕事もあったのかっていうふうに逆にもう驚きました。で、そもそも観光ガイドって日本旅行を楽しんでいるハッピーなお客様が相手じゃないですか。なので、こっちもね、楽しいんですよ。で、まあ、たまに、難しいお客様もいますけど、でもそれはね、一日限りなんで、まあ、もう大した問題じゃないですよ。それよりかは、お客様から得られることの方が圧倒的に多くて、本当にね、日々充実って感じです。まあ、もちろんね、毎回ね、反省点はもう山積みにあって、次はもっと良くしよう、次はもっと良くしようって思いながら日々活動してるっていう、そんな感じです。どうだったでしょうか？通訳案内士、主に地域通訳案内士の仕事をざっくりとお話ししてみました。この動画が役に立ったら嬉しいです。で、最後におまけとして、この間やったツアーの前後の様子を少しだけ撮影してみました。ツアー中じゃなくて前後です。なので、皆さんの興味にマッチしているかどうかはちょっとわからないんですけど、でも、まあ、興味があったらぜひどうぞ。ということで、ではまた。ちょっと並んでる。まあこれぐらいだったら、まあそんなにあれかな、時間かからないと思うな。2024年、新年一発目のツアーの日なんですけど、今日は、12時42分に、お客様を広島駅に迎えに行って5時までのツアーです。4時間ちょっとのなんかちょっとゆるツアーで、負担の少ないツアーで結構ラッキーなんですけど、今11時ちょっと過ぎで3連休の中日ということで、多分午後になったらもっと人が並ぶんかなと思って、先にお客さんの、まあ、今日は4人なんですけど、4人分のチケット取って、これから広島駅に戻って、でお客さんに会ってみたいな、そんな計画で、やろうかなという感じです。まあ、15分ぐらいで今日はチケットゲットできたんですけど、で本当はですね、このチケットを前もって取るっていうのは私が勝手にやってることで、会社から言われてるわけじゃないんですよ。ここまで来て広島駅に戻るっていう、その往復のお金とかも別に出てるわけじゃなくって、だから本来はやるべきじゃないんですよ。ただなんかもうすぐ予約システムとかなんかそういうのも始まるらしくて、まあどうなるのかなと今心配しても仕方がないんで、まあ後で心配しようと。なので今日はですね、まあ無事にゲットできたんで、これで安心して4時間とちょっとかな、できると思います。で報酬はですね、いくらだったかな、21,250円かな。なので頑張ります。ということで、あと1時間ぐらいでお客さんが着くんですけど、まあその前に、精神統一みたいなのして、で頑張ろうかなと思います。入場券ゲット、お客様が着くまでまだちょっと時間があるんで、ちょっとね、軽めのランチしようかなって思います。アールグレイだったかな、とちっちゃめのパンです。もうすぐお客様が到着するんで迎えに行こうと思います。でホームまでお迎えするのは、会社からの指示です。ということで行ってきます。やっと今終わりました。ちょうどね、いい感じに5時に終わって、まあ、5分ぐらいちょっと早かったんですけど終わったので、もまあこれでいいと思います。で、オーストラリアからの4人家族でとてもいい人たちでした。楽しく4時間ちょっと過ごせたし、ただね、資料館はその4人のうちお一人がですね、ちょっと辛いって言って、もう見るのが辛いってなったんで、ベンチでちょっと休んでもらいました。でその他の、3人はですね、じっくりご覧になってました。今年一発目のツアーだったんで、ちょっとね、緊張してたんですけど、でもまあ本当うまくいってよかったなって思います。ということで、今から電車に乗って帰ろうかなって思います。じゃあねー。